1954年、丸岡秀子は、社会評論家。長野県南佐久郡薄田町出身。生まれ。本名、石井秀。政治家の井出一太郎、医学者の井出源子郎、作家の井出孫六は、伊伯亭。聖母が幼くして死去したため養女に出され、後聖母の実家で祖父母に育てられた。長野高等女学校を経て、奈良女子高等師範学校を卒業。 教師として2年勤めた後、1929年から産業組合中央会長サブに勤務、組織拡充のため全国の農村を回り、1937年、日本農村婦人問題を観光。戦後は、農村婦人協会を組織、日本教職員組合の教研修会や、全国婦人教員研究協議会の講師を務め、1955年、日本、 母親大会開催を実現し、女性の地位向上を目指す多彩な活動を続け、東京都社会教育委員、経済企画庁や労働省の各審議会委員なども、務めた。丸岡秀子評論集、全10巻がある。1925年、富本健吉の引き合わせで、丸岡茂隆と結婚、女子を産むが、丸岡が28年に急成し、その後調査部の同僚。 石井東一と結婚し、死ぬまで連れ添った。なお、青年については、1904年説があるが、没後の集いで、井出間五六が、1903年に生まれと言っている。2006年春、生誕100年を記念して、出身地長野の有志が中心となり、彼女の波乱万丈の人生とその思想を再現した、記録映画、丸岡秀子一筋の道が完成し、 同年7月に長野市で開催された第52回日本母親大会をはじめ全国各地で上映されている。映画は同年6月に文部科学省選定作品に選定された。作品中にはもう夫のことを主人と呼ぶのをやめようではありませんか。という力強い演説なども収められており、平塚雷長直系のフェミニズム運動の先駆者の一人であることが伺える。 命を生み育む性としての女性の尊厳、優位性、超越性を強調する視点が男性中心主義の戦争に対する反戦メッセージの核となっている点がユニークであると同時に多くの共鳴者を得ることとなった。ありがとうございます。